可能性として考えていることってありますか？そうですね、黒文字の香りだけを単体で販売をするっていうのもあるんですが、まあ、いろいろなですね、ブレンドをしたりですとか商品として、まあ、さまざまなお茶で黒文字に触れていただけるような取り組みをしていきたいと考えています。特に今言っているこう商品でコア売りっていうことってありますか？そうですね、はい、今回弊社がですね、今年の5月から運行が開始されたトランシット四季島という JR 東日本さんが運行する電車のですね、香りをプロデュースさせていただいておりまして、で季節によって春、夏、秋という4種類の香りを作っているんですが、こちらもですね、国産の精油をふんだんに使ってたブレンドをして、黒文字の香りももちろん入っておりますし、様々な場所で香りを嗅いでいただけるような取り組みも行っています。四季島ですけれども、 JR 特急でこれ販売されるということですね。南会津の香りが。そうですね、はい、実際に四季島に乗車された方が購入できるほかに、あとは JR さんのホームページで購入ができるようになる予定になっております。じゃ全国的にもこの南会津の香りが。そうですね、ある機会にも、はい、カタログの中にも、はい、会津の風景を入れさせていただいて、綺麗な、これは南会津で。そうですね、これはですね、もうすぐそこの狩猟の山ですね、はい、カタログに入れさせていただいて、はい、他にも黒文字以外にも今匂いこぶしとかも扱っていると聞いたんですけれども、はい、これからもまた可能性を追求していくという感じで。そうですね、はい、今のところ精油を作っているのは黒文字が中心で、はい、匂いこぶしとあと杉の精油なんですが、杉も、はい、なのでここはですね、やはり山の中で取れるようなものをいろいろ模索していくということと、今はお休みしている畑を使って卵、はい、を作りまして、そこから精油を蒸留するという取り組みも今年ですね、近くの畑を借りて行っております。それで会津の香りということをまた新しい基軸が見えてくるということなんですね。ハリサトの会そしてこう、アロマのこう集めるこの蒸留作業で、はい、こう年間通してこういうことが大変だってことは逆にありますか？アロマの製造ですか？はい、製造は一番材料集めが大変でしたね。材料集め、最初の年は僕も一緒に山に入って取ってきて、その後蒸留してもうヘトヘトでした、ね、今はどういう体制でこう材料集め？今はまず買取体制を整えて、もう10キロいくらで1200円で買取りますとチラシを巻いて、でそれで持ってきてくれる人が多少いるのと、あと今取るチームと蒸留するチームを完全に分けたので、あ、チーム体制を整えて。そうです、そうです。そうですね、結構住民のそうした買い取りって、はい、結構数は増えてきましたか？増えてますけど、まだぼちぼちですね。やっぱ製造安定供給を考えるともうちょっと難しいですね。ぜひ結構住民の方たくさん、これ、それは、この下流だけではなくて他の南会津郡内郡内を中心に募集してます。只見とか日の山とかもしくは田島とかでも。あ、そうです、もちろん若松とかでもいいです。若松でも、はい、下郷でも、はい、はいはい、そうです。それ黒文字を、で南会津で蒸留して南会津香りの里と誕生する。あ、そうです、そうです。それは南会津がじゃあ今は、はい、蒸留所を持っているということで。そう、あ、ちょっとアドバンテージを持っている感じですですね。イベントは大盛況、前回の倍の参加者が訪れました。改めて最後に今回このアロマ祭りをした最後の感想一言で。あ、疲れました。疲れました。なんか、はい、人数が去年の体感だと倍ぐらい来てそうな感じがします。多分それぐらいにはなってると思います。四季島とかでとても話題になっているところ。やっぱ社会的にはいろんなところでアロマとかっていうのがやっぱ医学の分野でも福祉の分野でもすごく取り上げられているので、やっぱ生活だったら一部でアロマっていうのは子供に使いますし、そういった流れじゃないですか、ね、はい、どうもありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございました。いいですね皆さん、いい香りの中で仕事をするとこの笑顔になります会津の森から生まれたアロマの香りに包まれ、参加者スタッフともに笑顔でした。会津の森から生まれたアロマオイル、南会津を元気にし
地域活性化につながることを期待します。これはミニ蒸留、資源蒸留をするために僕ら使っている。